戸谷千恵子は、環境、観光プランナー。ユニバーサルデザイン研究所代表を経て、現在、JJ プラニング代表。社団法人国際観光施設協会顧問を務めた。東京都出身。国立音楽大学卒業。ハートフルなサービス、人に優しい旅を、キーワードに、バリアフリー観光に関する講演を各地で行い。 1990年代より広まりつつあったバリアフリーの概念を国内に浸透させる一端を担った。障害者、高齢者、妊産婦、外国人なども含め誰でも平等に楽しめる観光地を理想とし、観光施設の改善可能な点の抽出方法を中心にアドバイザープランナーとして活動。当初は施設のインフラストラクチャーにおける物理的な 問題点をすべて改造する必要があるわけではない。ことを説明するために、ハードの賭けはハートで、カバーと解いていたが、それを受けた、いくつかの旅館施設において、お出迎えの心があれば、他には何もいらないと、解釈されているとの報告を受け、後にキャッチフレーズなどは一切使用しない、講演方法に切り替えている。外食産業の専門雑誌、ホテルスなどへの寄稿も多数、 ありがとうございます。